週明け、そして月が変わって4月1日、東京株式市場は急反落の展開となっています。日経平均は先週金曜日の終値に対して604円22銭安い 39,765 円22銭で前場の取引を終わっています。600円以上の下げとなりました。なおかつ、日経平均が4万円を割り込んだのは3月19日以来のこととなります。朝方はしっかりで、始まっています。寄り付きが4万646円、先週金曜日に比べて277円高という水準で、寄り付いて始まりましたが、先週金曜日ニューヨーク市場はグッドフライデーで、お休み休場ということでしたから、手がかり材料が乏しいというそんな状況の中、先週末の日経平均、反発して終わったというそういう好試合を引き継ぐ形で寄り付き買い物が入って、高寄りして始まったというそんな状況です。ただ、その直後からじりじりと売り物が出始めて、日経平均は水準を切り下げていきまして、この604円安というのはこの日のほぼ安値、という水準になります。朝方日銀が8時50分に全国企業短期経済観測調査、いわゆる日銀短観を発表しました。この3月分の数字は、大企業製造業の業況判断 DI がプラスの11、前回調査23年12月調査のプラスの13に比べますと悪化していますが、市場予想はもっと下の水準プラスの10まで落ち込むと、見ていましたから、それなりに想定内の水準というふうにマーケットでは受け止めていました。ただ月が変わったこと、そして新しい年度に入った4月からということがありまして、機関投資家から益出しの売りがかなり出ているのではないかとマーケットの関係者は見ています。日経平均で見ますと、2023年度3月末で終わった年度は日経平均1万2000円幅での上昇と1年間になりました。率で言いますと4割を超す上昇ということですから、機関投資家の運用をかなり余裕を持ったままで占められたということがありましたので、年度が変わったここからやはり売り優勢で始まっているということ、またさらに3万9000円台に4万円割れとなったということで、先物ベースで少しずつロスカットの動きが出ているのではないかという観測も出ています。もっぱら需給による下げということで、マーケットは比較的落ち着いた雰囲気となっています。この日中国の国家統計局がですね、製造業の業況判断 DI、PMI を発表しましたが、これが6ヶ月ぶりで50を上回る、景気判断の分かれ目となります50を上回る水準になったということで、中国の景況悪化に対する警戒感がやや和らぐということにもなりまして、全面安の相場の中ですね、ファナックがしっかりした展開となりました。前引けは136円高 3.24% の上昇となっています。その他安川電機など中国関連と呼ばれる銘柄群に買い物が入っていましたが、マーケット全体を見ますと値下がり銘柄がプライム市場で1332、8割を超す銘柄がマイナスとなっています。値上がり銘柄は290、18% しかありません。で、寄り付き、マーケット的には利食い売りで、年度が明けた、そんな前場の動きと言っていいかと思われます。以上、東証アローズスタジオから4月1日前場の概況をお送りいたしました。